します。まず斉藤さんの予想レンジご紹介しますが、80円の30銭から81円の30銭ということですね。有名なんですが、ドルは売られたようですね。そうですね。金曜日はアメリカの経済指標の悪化を受けまして、金利が長期間低水準で推移するとのマークからドルが売られまして、一時80、70銭近辺までドル円は下落してましたね。このところのドル円相場の動向の振り返りなんですけれども、まず日本は新規の影響で4月の貿易収支が予想を超える赤字となりましたが、はい、最近ですね、連日報道されてます通り、生産の回復が予想以上に早く見込みだということになってますので、はい、売りは限定的になっていると思われますね。一方で、期待外れに終わった先週のアメリカの GDP 個人消費の改定値などによりですね、アメリカの金利が長期間低水準に据え置かれる可能性が意識されてドル売りが進んでます。はい、そういう意味でもやはり今週はあれですね、アメリカの経済指標が注目となるわけですね。はい、まず週の、前半はですね、 IS 同業質やですね、軽視ら住宅価格の発表があります。いずれの指標もニュースより数値の落ち込みが予想されてますので、ドル円の上値は重いと思われますね。で、週の後半アメリカの雇用統計があります。で、非農業部門雇用者がですね、20万人前後の増加と予想されてはいるもののですね、引き続き穏やかな増加傾向にとどまると見られているために、予想を上回るですね、大幅な、結果にならない限りですね、ドル円への、影響は一時的で、今週は全般的に円高水準でのレンジ相場が続くのではないかと思っています。はい、わかりました。斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。今週も始まりました。といってもですね、アメリカは、今日はお休みですので、イギリスもそうかな。そんなに今日はあれなんじゃない、動かないんじゃないかなという気がしますが、まず、金曜日の先週金曜日のテクニカル解説ドル円から行ってみたいと思います。15分足ですね。値幅的にはですね、59ピップスですね。比較的小動きな展開で、収集しましたね。このずっとあれですね、アジアタイムから欧州関係タイムにかけてですね、この湾型のですね、ラウンディング、ボトムをつけたかと思うと、アメリカで一気に売られましてですね、売られました。S1 をちょっと割ったところでですね、80円台の80円70銭ぐらいですね。そこで、持ちこたえながら終了ということですね。これが15分足。そして1時間足で見るとこんな感じになっておりまして、木曜日に、トレンドラインを割ってですね、この1時間足200円目とかトレンドラインを割って、戻り売りが1回入りまして、昨日も戻り売りが入った形ですね。こちらでね。そしてS1 を付近で終了というのが1時間足でして、日足で見るとですね、こんな感じになっておりまして、日足はもう本当に日足でもこの黄色200円目、ブルーの50円目などが強力なレジスタンスになって戻り売りが入る展開ですね。果たしてこちらのここのあれですね、79.5 ぐらいですか、ここ80円を割ってですね、来るかどうかが注目ですね。ここを割ればですね、もう一気に2番底を試すような展開も考えられますね。というのがドル円でして、商品指標、まずゴールドを見てみたいと思います。ゴールドはですね、ゴールドも堅調だったような感じですよね。確かそうですね。15分足値幅的には 15.56 ドルですね。アジアタイムからずっとですね、欧州でこの、黄色の 200MA、ブルーの 50MA のクロスサポートで一気に上昇してきまして、金曜日はですね、1537ぐらいをつけて、そのままほぼ高値向きで終了ということですね。これが15分足。そして、そうですね、1時間足で見てもですね、週の高値を更新しまして、ほぼ高値引きで終了という感じですね。日足で見てもですね、陽線がつきましてですね、着実とですね、貯金の高値ですね、こちら向かっているような展開になっておりますね。1572、
まあ、株次第ですがどうなるか注目ですね。そしてですね、最後にユーロドルを見てみたいと思います。ユーロドルは15分足こんな感じですね。ユーロドルもほぼ堅調にですね、2週連続です。金曜日は大きく売り込まれてましたが、今日はさすがに3週目の金曜日ということでですね、まあ、月末でもあるかもしれませんが、ほぼ、今週の上げをですね、吐き出さないようにそのほぼ高値引きで終了ということですね。三角のこう三角の持ち合いみたいになってきましたが、値幅的には約 73.2 ピップスですね。アジアタイムで大きく上昇で1回欧州で売り込まれますが、このブルーの 50MA を起点にですね、もう1回反発し直してほぼ 1.43 ぐらいですか、1.43 まではいいから 1.43 をタッチしたところ、まあ、1.43 ぐらいのところを目指してですね、ほぼ高値引きで終了ということですね。そして、1時間足で見てもですね、こんな感じになっておりまして、1時間足で見るとこの2点を起点にすると 161.8% が、エクステンションが 1.43 付近だということですね。というような感じで途中ボーリンジャーの緑とかで、刺されているのが分かりますね。これは1時間、そして4時間で見るとですね、こんな感じですね。4時間の、そうですね、4時間はブルーのこの R2 が 1.427、 R2 をちょっと超えたところで、戻しているというような感じですね。これが4時間で、日足で見るとこの感じ。またですね、日足的にはですね、ボリンジャーのミドルまた若干上回ってきましたが、私は今度このブルーの 50MA ぐらいまで来るか、それともこれがフェイクでもう一回売り込まれるか、今週雇用統計もあるし注目ですね。そして週足で見るとこの感じになっておりまして、週足的には大きな陽線、下髭もつけましたので反発の気配もありますが、まあどうなるかです。先々週はこう逆に上髭でしたからね、上髭下髭どっちに行こうか迷っているように思いますが、果たして今週どうなるかというところですね。以上が、テクニカル解説。そしてですね、ブログ、YouTube、ブログ、YouTube、Facebook の説明をしますと、まず Facebook ね、ああいうブログですね、こちらデイトレーダーロックスターさんのライブスタ、テクニカル解説がやってますんでね、これアメリカタイムだけですが、テクニカル解説をしてくれてますんで、アメリカ株についてですね、そしてですね、金曜日などはトレーダーさんをお迎えしてですね、トレーダーのインタビューショーなんかもやってますんで、まあ、本当にね、あの本とかね、セミナー行ってもなかなかね、あのトレードっていうのは難しいですかね。やっぱピアノとかね、あの音楽とか、あの楽器を演奏するのと一緒でね、なかなかあのテクニカルの読み方、あの楽譜の読み方が分かっても、ね、手がコーディネートして一緒に楽器が弾けるようになるかっていうと、またそれは別問題ですからね。あの一郎に野球の打ち方ね、教わったからってね、誰もがね、一郎みたいにプロ野球選手になって3割バッターになってね、10年間も連続200本もヒットを打てるかっていうと、そういうわけではないのでね、やっぱり最後はね、その教えてもらったことをいかにね、自分で、磨きをかけてね、練習していくかっていうのがね、やっぱり大事ですからね。まあそういうのをね、なかなかこの人はね、デイトレーダーロックスターさんはそういうところを教えるのがうまいですからね、よかったら聞くといいと思いますね。そして、YouTube なんかもね、もうや、あのもう500名、お友達とサブスクライブで500名突破してきましたんでね、あのやっぱ福島の話題とかの結構人気があるみたいでね、あのやっぱ海外指揮者の方がね、あの日本人は日本の学者とか嘘ばっかりつきますからね、日本の企業大企業なんかもね、
大嘘つきのね、もう金儲けのためね、自分の会社の出世のため、ね、金も会社の金儲けのためならね、お客様なんか、お客さんには平気で嘘つきますからね、みんなね。大学のね、東大の教授とかだって、10億ぐらい東電からもらってね、多分9億5千万ぐらいはね、もう飲み会とかに使われてるんですよね。で、5千万ぐらいしか研究使ってないんですよ、多分東大の教授とかもね。もうそんぐらいね、もう本当にね、今のね、日本企業もね、日本大学もね、もう癒やしいね、もう腐り切ったね、人間ばっかりがね、今いますからね、そういうのに騙されないようにね、海外の指揮者のね、公平な意見を聞くとね、今の福島の状況がわかるんじゃないかなというように思いますのでね、日本語訳をどんどん載せていきたいなと。また、Facebook もね、簡単にね、貼り付け、ビデオ貼り付けもできますんでね、海外のね、その福島関係のビデオとかね、音楽なんか素晴らしい音楽とかいっぱいありますんでね、どんどん貼り付けていくし、あと、トークショーなんかね、あんまり日本にはないんですが、もうアメリカなんかローカル、どこの州行ってもね、どこのローカル局に行ってもね、必ず会ってね、もう視聴者とね、電話でラジオ局にね、電話してね、いろいろ、ああでもない、こうでもないやってね、政治とかね、経済問題とか、社会問題なんかをね、トークショーでやってるんですけど、そういうのがね、アメリカはもう、アメリカ中、そこら中にあってね、すごくね、市民と対話しててね、それも本当民主主義のね、基本だと思うんですが、日本はそういうの全くやりませんからね。ほんで勝手にね、政府が決めてね、東京電力と東京大学と政治家がグルになってね、2億日本国民をね、騙してね、もう日本がどんどんおかしくなっているというのが今の日本だと思いますのでね、まあ、そういうのに騙されないようにね、もうどんどん海外の指揮者の意見をね、紹介していきたいと思いますのでね、Facebook で。よかったらどんどんこちらもね、こちらももうすぐ500名突破しますのでね、友達が。よかったら知ってくれるとありがたいです。で、今週もね、今日は多分アメリカ動かないし、イギリスなんかも祝日だと思うんですが、まあ気を抜かないようにね、まあ、チャンスのある時だけ、頑張るようにして、気を抜かないように頑張ってください。それでは失礼します。